統合参謀本部本部員の面々、2020年。統合参謀本部本部員の面々、2001年。左端から順に、リチャード・マイヤーズ空軍大将、ヒュー・シェルトン陸軍大将、マイケル・リー・ライアン空軍大将、エリック・シンセキ陸軍大将、ジェームズ・ウェル・ジョーンズ海兵隊大将、バーン・クラーク海軍大将。アメリカ合衆国の軍服は、 アメリカ合衆国の軍人により着用される衣類であり、主に陸海空軍及び海兵隊の制服を指す。この項では、建国から現在までのアメリカ合衆国における軍服の特徴と変遷について述べる。18世紀後半にイギリスから独立したアメリカ合衆国の軍服は、旧宗主国のイギリスと独立以来民主主義の手本としていたフランスのデザインに影響が見られるが、 早い時期から独自の進歩が見られた。アメリカにはヨーロッパ諸国のような王公貴族が存在しないため、主観の征服にも貴族的な装飾が必要とされず、全体に実用性が重視された。このことは20世紀の軍服に求められるコンセプトに通ずるものであった。また、19世紀初頭には世界に先駆けて、規制物産業がアメリカで起こり、 1850年代にはミシンによる大量生産が行われた。このようにして19世紀中にはアメリカが軍服に関して世界を主導する下地が出来上がっていたのである。そして第一次世界大戦が国家の総力を挙げた近代戦となり終戦によりヨーロッパの君主制が衰退したため軍服に関してもアメリカの地位は確固たるものになった。 第二次世界大戦後はアメリカ合衆国が東西冷戦における西側陣営の名手となり東側陣営の名手たるソ連軍と並んで世界各国の軍服に最も大きな影響を与える存在となった東側陣営が解体した1990年代以降はこの傾向がさらに強まって現在に至っている軍服以外の衣服やファッションに取り入れられた要素 与えた影響も大きなものがある。同様に日常の衣服に取り入れられたイギリス軍のトレンチコートなどと比べると、よりカジュアルな形で、弱年層に受け入れられている。陸軍軍服の変遷独立戦争は、正規軍のイギリス軍に対して、農民ら民兵ゲリラが戦った戦争であるため、アメリカ側の軍服はまちまちである。ただ、ジョージ・ワシントンの新衛隊は、ワシントン自身になぞらえて、 ブルーの服を着ていた。南北戦争は本格的な作戦に基づく戦闘からゲリラ戦まで様々な様相を呈したので、両陣営とも軍服は様々であり、規定に基づいた軍服もあれば、平服とほぼ変わらない軍服もあった。特に南軍は制服支給が困難だったため軍服の不統一が目立ち、戦場に混乱をもたらすことが多かった。工業地帯が多い北軍は、 比較的優れた装備が行き渡っていたものの、それでも軍服はおろか装備品も各部隊でまちまちだった。ただ一般的なスタイルとして南軍はグレーのチュニックにブルーのズボン、北軍はダークブルーの短い上着とペールブルーのズボンだった。アメリカの軍服は1898年以来カーキ色になっており、1917年に第一次。 世界大戦に参戦したアメリカはこの軍服で戦った。戦闘棒にはキャンペーンハートのほか、イギリスと同じお皿型のブロディヘルメットを使用した。またオーバーシーズキャップという略棒も使用した。朝鮮戦争時の米軍は小さな変更点はあれど、第二次世界大戦の軍装を引き続き使用した。しかし冬の朝鮮半島の寒さは、冬季ヨーロッパ戦線で体験した寒さより、 はるかに深刻であり、アメリカにとって経験したことのない極寒の戦いとなった。ヨーロッパ戦線で使用した防寒着を基礎にシェルパーカー等の防寒着が生まれて活躍した。また1951年8月には M1951 フィールドジャケットが採用された。ライナーは軽量パイル値で保温性が高かった。実際に着用が確認できるのは1953年からで、 ある。ベトナム戦争では、熱帯戦闘用ジャケットのジャングルハティークが誕生して、活躍した。また、1965年には、米陸軍で、初めての本格的な迷彩服となる、リーフパターンのアードルが登場した。アードル迷彩は1970年代には全軍に行き渡り、アメリカ軍といえば、リーフパターンというイメージが定着するに至った。 湿地帯などで歩きにくいベトナームでの行軍とベトコンが仕掛けてくるトラップ防止のためソウルにアルミニウム製プレートを入れクルブしにナイロンの補強をしたジャングルブーツも誕生している。またゲリラ対策部隊として朝鮮戦争中に創設されたアメリカ陸軍特殊部隊は1961年にジョン・カイ・ケネディ大統領によりグリーンベレーを聖望として支給された。 グリーンベレーは秘密部隊だったが、ベトナム戦争でベールを脱いだ。ベトナム戦争で使うものではないが、ソ連との戦争を見据えて、防寒着の開発も進め、1965年には M1965 フィールドジャケットが採用されている。1980年からパスグッドヘルメットが支給されるようになった。 アラミド繊維を17層に重ねており、M1 ヘルメットより20%から40%強度が上がった。第二次世界大戦時のドイツ軍のシュタールヘルムと形状が似ていることからフリッツの相性がある。83年のグレナダ侵攻で第82空挺師団によって使用された。また1981年には新しい迷彩パターンの ウッドランドが使用されたバトルドレスユニフォームが登場した。ブラック、ブラウン、濃いグリーン、カーキを組み合わせた色合いだった。大きめな襟と大きな4つのポケットがついたシンプルなデザインだった。ソ連邦の崩壊により冷戦が終結した後、アメリカは世界の警察官としてその行動範囲を中東や湾岸地域にも拡大させていき、 砂漠迷彩の開発が進んだ。湾岸戦争では当初1981年に採用されたチョコチップと呼ばれる初めての砂漠用迷彩服が使用されていた。ブラウン系のグランデーションと砂漠に転がる小石とその影をイメージして作られた迷彩柄の迷彩服だった。しかしこれはアメリカの砂漠を基準としていたため細かい砂で構成される中東の砂漠では 影の部分がかえって目立ってしまった。そのため湾岸戦争中にブラウン、カーキ、タンの3色の新しい迷彩柄が登場した。この迷彩柄はコーヒーのシミのようであるためコーヒーステインと呼ばれている。コーヒーステインは92年ソマリア、1年アフガニスタン戦争、4年イラク戦争でも使用された。アフガニスタン戦争、イラク戦争中に英氏が登場した。 グリーンがかったグレーにカーキが混ざった迷彩で、市街地、温帯森林、砂漠など、いずれでも一定の迷彩効果を発揮することをコンセプトとした汎用性迷彩パターンが使用されている。2005年までに一部の部隊で支給が始まり、2008年までに全軍に支給された。その後英氏の迷彩柄には、マルチカムや作戦迷彩パターンが使用されるようになった。 2015年から u s シ i p のオシッピーへの差し替えが行われ、2019年には u s シ i p の運用は終わり、全部隊でオシッピーが支給された。2019年に事務所勤務用の制服として、第二次世界大戦と朝鮮戦争当時のピンクグリーンの軍服が復興した。陸軍公式サイト2014年制服改正。ありがとうございます。